こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。少し前に、お話しした、2ビートと4ビートのタイム感、じゃあインテンポっていうのに対してどれぐらい縛られるんだっていうお話なんですが、これは例えばエリントンの楽団の、僕もたくさんコピーをしたので、エリントン楽団とか演奏してるとハーフのテンポでね、こうこんな感じの急にこうグッて遅くなるやつ、これってちょうど半分にしちゃうとまあ同じテンポぐらいとこれぐらいなんですが、エリントンバンドってもっと遅いんですよ。これぐらい拍をゆったり取ったりするんですね。これはもうドラムのフィルインで完全に引っ張っていっちゃうんですけど、要はコントラストがはっきりついた方が、でまた4ビートに戻る時もせーのでみんなで戻るというか、歌をみんなで覚えてるのでそこが気持ちよくて、ハーフよりも遅い方がものすごくゆったり感が出て気持ちいいっていうこともありえますし、前にゴスペルの録音をした時に A メロと B メロがね同じテンポでクリック出して録音してたらもうとても歌えないって言うんですよ。でじゃあやっぱりこうサビになったところで3上げて、じゃあまた A に戻った時にちょっと2戻して、でまた3上げてって言って、最終的には5か6テンポが上がるように作ったんですが、それだとほっと歌いやすい、要はこう盛り上がれない、わーって盛り上がりたいのにテンポが遅いと引っ張られちゃうし、じゃあ A メ、じゃあ全体的にこう速くしたら今度 A メロがせせこましくなってしまうし、これは聞いた話ですけど、ミーシャのあのエブリシングもあれマニピュレートで打ち込みなんですけど、あれも全体的に最終的にテンポが上がってるみたいですね。というわけで歌って、歌を中心にするとやっぱりこう音楽って走っていくもんなんで、自然に走っていく分には全然構わないと思うんです。例えばビル・エヴァンスのライブバームなんか聞いて、こうわーって聞いて、あもう一回聞こうと思ってパッてこう巻き戻しを押すと、パッて頭に戻った瞬間にすんごい遅かったりとかして、あこんなに走ってたんだって思うこととか、バラードなんかだとパッて戻すと、あこんな速かったんだみたいな、すごくこうもたっていくというか、こう広く広く撮ろうと思うとだん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 歌がゆっくりになっていくんで、バラードはゆっくりになる傾向があるし、テンポがある曲はどんどん速くなる傾向があるんですね。その時に変にインテンポに縛られてしまうと気持ちが高揚しないんで、それはそれでやっぱりこうテンポっていうのを守るべきだっていう、まあその守るべきだっていうのはナンセンスかなっていうふうにちょっと思ったりします。このメトロノームっていうのを作成した人っていうのは、ベートーベンの補聴器を作ってたメルツェルという人なんですけど、メルツェルズメトロノームって MM って書くんですけど、これってベートーベン自体はやっぱりこうたくさんのこう貴族の夫人にねレッスンをしてる時に、どうしてもみんなが勝手に思いを込めて勝手に遅くなって勝手に速くなるから、だからこういうのを練習に使うのにこういう一定の何かこう振り子みたいなやつを作れないかってメルツェルに依頼して作ってもらってるんですね。でこうメトロノームの中にこうラルゴとかレントとか名前書いちゃって、だいたいレントって書いてあったらこれぐらい、ああいうこう記号、こう標識記号とか、ああいうこう標識記号っていうか、こう速さの記号とか速度の記号を面に書いたのはベートーベンだって言うんですね。で人間それが今度できるのって、今度みんなこう気真面目だもんだから、レントは絶対このテンポだって言ってこう演奏する、それに対してベートーベン投げて、そのレントっていうのは緩いっていう意味なんですね。ラルゴっていうのは広大なっていうイメージなんですよ。だけど曲によってはこの曲はレントって感じた方が遅く感じることもあるし、ラルゴってこの曲でラルゴって感じたらこんなにゆっくりにはならないしっていうのは、そのあくまでも指標だとして書いたのに、逆にその僕が作ったことが音楽をダメにしてしまってるっていう手紙が残ってるぐらいなんですね。だからメトロノームに縛られすぎるのは良くないけど、やっぱりインテンポでできないっていうのはやっぱりちょっと問題があるんですね。やっぱりこう最初にメトロノームを僕使って練習した時とか、結構感じる人がやっぱ初心者の人よく言うんですけど、今メトロノームずれましたよねって言うんですよ。実際に僕も本気で思ったことがあるので、メトロノームってずれて聞こえるぐらい自分って思い思いのテンポでやっちゃうんですね。だからこうメトロノームっていうのが、あここで
大丈夫だよね、もうこれがインテンポだよねって分かるテンポっていうのが、まあ、ソロでできるようになるまではやっぱりメトロノームを使って練習するべきだし、でみんなで一斉に走るときに変に引きずってしまうよりは、まあ、多少食い止めるとしてもある程度一緒に走った方が音楽が良くなったりするものだと思うんですね。なのでやっぱり最初はメトロノームでしっかり練習しましょう。だから、2ビートがゆったりって言って、速いって言ったらハイハットのため具合で十分それは聞かせれるので、それでやっぱり練習してみる。で実際に演奏でグッて走った場合は多少ついていってあげたりとか、みんなが一緒に走る分だったらいいんですが、それによってみんなが見失うんだったら、まあ、やっぱりある程度キープしなきゃいけないし、そこら辺はもう人間の会話と一緒なので、ドラムはもう司会者みたいなところがあるので、もうこうしましょう、こここのテンポで決めましょうっていうのをドラムが提示すればみんなついてくるんで、そこら辺は全体のバランスを見てみんなが楽しくなるようにっていうのを僕は常に心がけてかけてはいるし、全体で自分が向こうで聞いた時にバランスがいいように、こう自分がここでいてあげたいなって思うところにいるようにはしています。以上でございます。ありがとうございました。